今朝の県内は多くのところで今シーズン一番の寒さとなりました。冬本番の寒さは明日まで続く見込みです。県内は冬型の気圧配置になり、強い寒気が流れ込んでいます。このため、静岡や浜松をはじめ、多くのところで今シーズン一番の寒さになりました。また、昨夜から今朝にかけては雪やあられが降ったところもありました。 この後は広い範囲で晴れますが気温は上がらず、日中も真冬並みの寒さとなりそうです。明日日曜日も晴れるところは多いものの、冬本番の寒さが続く見込みです。来週後半は今回と同じかさらに強い寒波が襲来し、厳しい寒さとなりそうです。